こんにちはということで、サウナ行ってすっきりして整った後にやっと禊を済ませてお寺に行きますっていう感じの今でございます。車はね、本当ね、その捕まったものって感じなんで、そのなんだろう、昨日のタクシーっていうかグラブの人みたく、まあまあいい人に巡り会うことが少ないんで、まあ、さっきね、ちょっと皮膚麻酔の今まで見たことあるって言ったら、ちょっとないわ、ごめんねって言って、マイフレンドって言われて、まあ、そういういい人とつながるとまた生活も変わるんで、今の僕の工程っていうところが僕はまあフェイバリットなんですよ。ヒゲとかも全部ここまでこんな感じで、ちょっと肌荒れてるな、まあ、でもだいぶ戻してもらったというか、この辺のほうれい線とかも本当ちょっとひどくなるとね、あ、福岡にいらっしゃる整体の方に針ついてもらって、まあでもなんとか頑張ってキープしてますよ本当に、言ってくれて、でもタイではマジモテるなって、もう写真撮ってって言われることも多いし、なんかかっこいいね、イケメンだねっていうのをタイ語で言ってくださったりとか、まあ、僕がねこう結構ハーとかしてるんで声が出ちゃって、周りのタイの女の子たち全員爆笑してるみたいな目の前の逆の韓国人か台湾人の人爆睡してて、3人組で、なんか彼らが喋ってて、あ、喋っていいんだみたいなぐらいの感覚で生きてるんで、嫌だったら嫌だとか、お互いまあ主張するから、そうそう、これがこんな感じでタクシーでは行けないじゃないですか、日本だとってなると結構ね、やっぱクリエイティブの質が変わってくるんで、まあ、パターンにいることによってね、画角も持つし、まあまあ僕もバーって話してて、まあ、堀山さんとかそうじゃないですか、旅行行ってちょろっと気づいたことばばってしゃべって、最近ジャニーさんがこうですねって、それがすごいっすよね、向こうと思いついたことばっかなんで、仲良くなりたければお金を使えばいいっす、どこ行っても。そうすればお金を使った以上のことを学べます。例えば僕で言えば、今回200バーツあげました、なんでじゃあ300バーツじゃないんですかって言ったら、300バーツだったらもうパーフェクトの状態なんで、眉毛とかも全部やってくれて、ここがなかったんですよ今回上で。でも本当になんかね、頭も洗ってもらって、こうやってヘッドマッサージとかも全部してもらって、で顔はキュウリパックからのこうバーって顔も洗ってくれてたから、車を本当ね、あの車で言えば本当なんだろう、洗車機にぶち込んだ感じです自分をあの人間洗車機、そう、これはぜひ味わってほしいな、マジで、あのマジでスッキリする。サウナとかじゃ全然この整い感はない、マジで。レベチだね、サウナとは。でサウナが嫌いなわけじゃないけど、最近なんかそのサウナを入りに行くことがないんで、まあ、それだったらタップで入れてもいいかなと思っちゃうぐらいなんですよね。そのここにキャッチミーフユキャーって、あのタトゥーが本当に痛くないのかどうかのチェックみたいな、麻酔薬みたいな。 50%、5% は結構どこでもありそうだ、ちょっと探してみようかなと思って、時間あるときって感じでございます。そういうのが仕事につながっていくわけですよ。だってあれおかしくないと思って、配送先が、配送元がバンコクじゃんこれみたいなってことは結構ちゃんとなんか通関でじゃあ遅れるのも分かったしっていう感覚かな。何かやるときに何かが必要じゃないですか。例えば船を乗るためには船舶免許が必要じゃないですか。ってことは船舶免許を手に入れるためにはどうすればいいのかって言ったら、僕の場合だったらまあ沖縄が良かったから、沖縄、まあ友達がいるっていうのもあるし、昔の友達と久しぶりに飲みたいし会ってみたいし、まあ、電話ではね本当何年か話したけど全然会ってないんで、まあ、肉体の交流って、まあ、そういうとね、なんか交尾みたいで嫌ですけど、まあまあメンズとねこうやって話してお互い共鳴して、また何か新しいことできない一緒にやりましょうってなるだろうし、まあ、その子自体はねあの車屋で、車でずっと車回したりとかして、まあ、すげえ頭のいい子で、アルファード今回先着当たったが一回ちょっと地元帰るってなんだけど、アルファード新車で買ってもあの輸出してるんで、輸出っていうかまあオークション出してるっていう感じかな。そうそう、海外ではアルファードマジで人気、クアラルンプール、タイは人気だった、フィリピンはあかんね。でもなんかタイって結構ゴルフって道路やばいっていう時もあるから、なんて言うんだろうな、あの僕はランクルぐらいの方がいいかなとか思う、安心できる、なんかどんだけ雨の日でも。アルファードだったらね、下すっちゃったりとかする場所ないのかなと思うんだよね。まあ、でもアルファードはまあ鉄板だよね、って思う。まあ、グラブで運転手雇えないんだったら、グラブでもなんかその運転代行みたいなのも最近やり始めたりとかするし、でもかゆいとこに手届く感じだよね、アプリがあれば。アプリないとやっぱ当たり前にタクシーとか、あのなんて言うんだろう、まあそのパタヤではソンテウっていうんですよ。ソンテウはね、でもどこまで乗っても10バーツって感じなんで、それ僕もだいぶあの地モッティに頑張ってなろうとしてもそこまで攻めきれない。いや僕一人じゃ55バーツとかいけなかったから、その人いなかったら。
まあ、まあ 4P のコースは、ね、ちなみに1000バーツ、1000バーツ、1000バーツ、3000バーツ、全部4500バーツぐらいだから、まあ、5000円だとしては2万円弱って感じです。あれば 3P ができてあると、僕の場合はね。それは僕だからなのか、わかんないけど、一応なんか、老舗のとこのキンナリープレイスっていうところに前、ちょっとリサーチで行ってみて、今回はね、そこまでわざわざグラブで行くのもめんどくさいし、家の近くのとこちょっと見てみようかなと思ってんだけど、がまあなんか僕の動画とか見てくれてる人は分かる通りで、全然言葉がうまいわけじゃないじゃん。でも、それでも全然生きていけちゃうのが、まあ、パタヤだったりとか、バンコクの魅力じゃないかなと。で、まあ、タイ人、相手のタイの人たちは皆さん、ほぼ、タイ語だし、僕は僕で日本語じゃないですか。で、もう英語でなんとかお互い伝えながらも会話ができるっていうのはやっぱ英語が偉大だなって思うし、だからって別に日本語が劣ってるわけでもタイ語も劣ってるわけでもないわけだから、タイ語と韓国語とか結構僕好きなんだよね。あの文字のグラフィックとかが、タイだったらミョンミョンってしてるやつだし、韓国だってこう四角と丸で作ってるのがあるじゃないですか。なんか文字としてかっこいいっすよね。多分そう思うのって、そうなんだろう、タイポキーとか、なんか僕は多分デザイナーだからなんですね。カーニングとか間のその差とか、どのフォント使いますかとか、あとはそのフォントとフォントはこのサイズ、ここのこれぐらい寄せた方が綺麗とか、人によってあるんですよ。その基準値がやっぱ見てきたものが多いと、出せるもの、生み出せるものが多いっていうのを、なんかまあ、ウェブデザイナーの時に就職してたのに教えてくれた人のなんか話を思い出したな。その時そこまで頑張れてなかったもんな。ウェブデザイナーってデザイナーかっこいいじゃんぐらいの話だったんで、もちろん僕ウェブデザインできるし、あのアフターエフェクトも使えるし、動画も普通に作れて、まあ、その加工もできて、でプレミアとかも使えるから動画カットとかも全然できるし、編集できるし、そうするとあのデザイナーだったから、そのなんていうんだろう、最初のサムネイルみたいに文字入れたりもできるけど、そこのなんかその事務作業するぐらいだったら、まあなんか移動して好奇心のままに動いて動画なんかとりあえず回して、のなんかロケスタイルの方が僕は好きだなってことに気づいて、それでいいんだみたいに気づいた時あるんだよね。なんか最近なんだっけな、インスタ見てて、そのなんかサッカーのリフティングしてる女の子がいて、あ可愛いと思って、で見てたら、なんかそのウィーンかなんかでのこのリフティングをしてんの全部つなげてて、編集でそこまでするのにさすがすげえなと思ったテレビだったんでね。だからテレビへの告知みたいな、あの世界不思議発見みたいなやつだったんで、まあ、一人不思議発見って感じだよね、僕の中で。インパタヤって感じなんで、だからワンピースだよね。今んとこまだクルーがいたこともあるんだよ、ちゃんと。あるあるチョッパーみたいな子いたりとかしたし、マジで。元嫁ボーハンコックみたいだし。だリアルでワンピースをやりながら遊んでるって感じだよね。遊びながら、まあ、ほんと仕事してるっていう。遊びと仕事の境がなくなってくんじゃないかな、これからは。って思うんで、例えばね、ホリエモンさんだってもう、ババって切って。出してるじゃないですか、話したりとか。で、青汁おじさんとかって、まあ、企画とか彼らはやられたりしますけど、青汁おじさん、ヒカルさん、ヒカキンさんとかね、よくネタつけないなと思うけど、僕の場合だったら動き続けてればネタはあり続けるので、まあね、何かしらこういう画角映像に困ったらとりあえず動きを出すものを撮影するみたいな、これは教えてくれた人もいるんですよ。僕のメンツの昔のゲレンデとか、それなんか一人ダダしゃべりで、本当に超長えよって言われて、誰が見んのって言われたけど、それ見て感銘受けて連絡くれて、うちのスタッフにもあの聞かせてますって言ってくれた人がいて、まあ、その人と仕事一緒に組んだから、そういう人、そういうアンテナの人が、センスのいい人がやっぱ来てくださるんで、それはありがたい。もう僕だってダダしゃべり、自分の何しゃべってんだろうと思う。自分のこと棚卸しなんで、今までこういうことやってきましたよみたいな歴史というか、でもそれはもっと自分の道で生きていくって決めたから、もう雇われないっていう生き方を選んでるんで、最近でも本当なんかちょっとグッズが増えてきたから、リュックにしたいかな、悩むな。リュックスーツケースだったらいいかな。なんかね、パーストンつけながらこうなるから、そうパーストン生えなくなるんだよねみたいな。っていうのもこうやって動画で自分のことずっと見続けてみて、あなんかこんな感じなんだなみたいな鏡を見続けてるような感じですね。ジャスティン・ビーバー風の撮り方でも俺結構これ好きだな。一人で旅をしてる感じがないから、これだと。これライブでマジで回したら多分そうだと思うし、でもライブでちょっと回すの今まだね、そのテクニックがないし、あとインフラがちょっと整ってないんで、 Wi-Fi がね今の部屋入らないから、デジタル断捨離して日本のことを忘れて、マジであのどこでもドアしてくれると多分、ね、いいアイデアがいっぱい降ってくると思うから、僕も実際そうだし、あこれとこれとこれなんか日本に持ってったら売れそうだなみたいなの見つけてるし、
そういうのね、お土産とかで持ってって反応見て、あ、これはいいんだなみたいな、例えばうちのチャームとかあったら、タダであげてみて、じゃああげに行きます、反応見てみます、その人の人生変わりますってなると、やっぱまあ、 バンコクパタヤ行きたいとかなるじゃないですか。そんな感じなんで、まあ、僕は移動が苦痛ではないんでね、移動が普通の生活だから、なんていうか、ずっとマリオみたいなもん、ずっと横にゆーって歩いてるっていう、たまに土管に落ちるみたいな、で復活するっていう。そもそもね、でもライフタイム、ライフで言うといろんなマネーとかタイムとかあるじゃないですか。いろんなものがカツカツになってリミットになってきてるんで、あ、みたいな。ブッダはね、自分で歩いて悟りを解きまくったわけじゃないですか。ずっと教えをしたわけですよ。子供が死んで泣きわめいてる人がいれば、その人に今まで家で人が死んだことない家から、そのなんか豆みたいなのを1個もらってきなさい、3件もらってきたらその子を復活させてあげますよみたいな、逸話があるんですよ。それって人が死んだことがない家が絶対ないから、それを気づかせるためにその言い回しをしてるんですよ。で、実際3店舗痛い思いですよね。そのお母さんかその子供、亡くなりそうな子供を抱えながら行ったら、みんなどの家も死んでたらありえないじゃないですかって、でしょっつって、だから死はそれぐらい隣にあるんですよっていうのをお伝えするのとかも、まあ、すごいおしゃれじゃないですか。って考えると、それをか、要は証券って言って、正しく物事を見て、正しい働きを理解し、正しく使える、自分のためには使えるの、確かにね。お金あげたいっていう人もいるぐらいだから。でもその中でやっぱりね、その関係構築するために相手がどういう欲求があるのかみたいな、大抵の人は金だけど、金じゃない権力とか見栄とか体裁っていう人もいるんで、マジでそのために金出すみたいな、いるいるいる。だからそういう人をどう見つけるかだよね。あと銀行の場合はお金貸すのが商売なんで、銀行からお金どうやって引っ張るか、じゃあ引っ張るの上手い会社さんと組めばいいんで、そういうのもあるからさ、まあなんか本当簡単に考えればいいんじゃん。簡単にというか、もう目の前のことしかできないし、目の前のことに積み重ねた今を作ってるから。僕だってウェブデザインになってた時期もあるし、自分の腕を動かしたりとか足を動かしてやっぱ稼いだりもしたんで、まあ、瀬戸りとか実際そうだし、労働収入とかさ、そういう意味で言うと、なんかその話し続けるって労働収入に関しては全く問題ないかなって思います。これがジェットカットされて、その人がね、例えば広告で儲かりました、ありがとうございますって、それは僕は別に何もしてないし、喋ってるのはソースをぶちまけてるようなもんじゃないですか。で、僕のソースをぶちまけた、まあ、ピザがうまいぜっていうやつは、なんかカラオケみたいなもんですよ。だから歌ってるアーティストマジイケてて、このペースよくてすげえ考えマジわかるみたいな。ヒップホップだってそうじゃないですか。ヒップホップだったらラップで伝えるじゃないですか。で、アーティストさん、ランドビームスさんだったらね、歌とか、僕一回仙台の劇場見に行ったけど、本当なんかありとあらゆる手で演出で自分たちの世界観を伝えに行くわけですよね、アーティストさんってなった時に、僕の使えるツールで言えば、自撮りの手取り棒みたいな、自撮りの手取り棒しこりすぎて意味わかんなくなってるから、はい、自撮り棒と、あとそのずっと回し続けるのにやっぱバッテリー大変、ちょっと気になるんで、モバイルバッテリーと、あと充電ケーブルで、プラス脳みそ整理したりするためにノートと、あとはお金だよね、マネーを燃やして、今マネーを投資してる状況なんで、お金と時間を、なんでそれをまあまあ持ちながら、でもほんとなんかグーニーズとかグーニーズみたいな感じだよね、本当になんか楽しいよマジで。日本の常識通じないからマジ面白い。 2,3 回目本当生き返すぐらいで、もう1個島が変わるとまた面白い新しいのが出てくるから、今まではポンポン行ってたのね、台湾行って何々台湾行ってから、今はどっちかっていうとパタヤにちょっと腰落ち着けようかなみたいな、まあ、ちょっとバンコクになるかもしれないけど、やっぱ動画とかがっつり自分で一人で撮りたくなったらパタヤは一番いいとこかな。画角的にいろいろチョイスができるのがありがたいかな。サンセットだけで僕知ってるので、オーシャンでしょ、で船の上のところからと、あとワリハイ、今の、スイートのとこ、あとその前にあるご飯屋さんとビーチのとこと、もう一個ぐらい回るんで、僕一人でね回ってもいいんだけど、別になんか自分の気分だから。しかもその辺安いんだよね、意外と観光客向けみたいな。カンナビスも本当安い店200バーツとかで3店もあるけど、高い店450とか750とか払った気がするんだよね。しまいにはもっとすげえ高い値段で、最終的になんかまあね、取られてんのかなって思う時あったけど、その時はインディカでマジで歌ってて、僕はあんまインディカ多分体合わないんだよ、まあ、ほんとなんか疲れて眠りたい時ぐらいあんま手出さない、最近ハイブリッドの感じ
ハイブリッドはなんか本当そこのオリジナルフレーバーとかで名前も決めたりするから結構面白いんだよね。匂い全然違うし、自分の求めてる匂いのやつが今自分の体が求めてる波動なんて感覚に関しては、でパワーストに関しては欲しいと思うのが自分のその今の波動を引き上げてくれるものなので、まあ、そういう点で言うと共鳴してるし共感してるし、まあまあ、 一緒なんですよ。あの自然のものなんで両方とも。あ、クリスタルメスはね、あの自然のものじゃないです、人間が作ったやつです。あ、コークはね、あのあれです、ケシの、さっき言ったようにコカ・コーラなんで、どっかの動画で言ったけど、そう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 、 YouTube とか見ると結構勉強になるよ。あのエビデンスはちゃんと自分で調べないし、知らないとあのいけないけどそう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 、そういう偉人の歴史とかその企業の歴史とか結構好きかなとか、勝手に調べる。で、あのアップル創業者のスティーブ・ジョブズさんとかだったら、なんだっけ、 LDH がさ、 LDH ってあれか、エグザイルさんか、違う LSD か、で、なんかそのお花畑が見えてみたいな、なんかその映画でもね、出してる、出されてるぐらいだからさ、マジで。そう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 、やっぱね、脳みそぶち切れてる人って何かそう、一個タガが外れると多分一気にいくんですよ。それがなんか今最近分かった感じかな。でほらね、移動中って暇じゃないですか。じゃあ暇を埋めるためになんか適当に喋るじゃないですか。そしたら作るね移動式のあの事務所みたいなのを買ってるようなもんなんで、百何十バーツだから200バーツの新800円ぐらいかな今のだけで、まあ、この動画で800円ぐらい稼げないと思ってマジで終わってるもんねって思うんで、まあまあ伝えたいことを伝えつつ、まあやっぱ清掃の時だもん、この子そのうちループタイにするかな、まあ、ループタイで T シャツで清掃はちょっとないだろうな、シャツさえ買えば清掃なんかなみたいなとか思いながら話しておりますでございます。ということでいろいろとコーディネートしていきます。あ、モデルさんね、確かに女性のモデルさんとかマジで欲しいなと。男は僕で別に取り付けてられればいいけど、女性だと また別に映えるじゃないですか。あとはペットちゃんとかそういうのでモデル協力してくれるって言ったら DM ください、よろしくお願いします。じゃあ、ね。